はい、前回のラッツオリグッズのレビュー動画ですねのコメント返しをさせていただきます。うん、あ、そうなんですよ。値段がね、手が届きやすいんですよね。だからすごくなんか欲しいものもあるし、何よりかっこいい、なんて言うんだろうな、かっこいいんすよなんて言うのかな、こう身につけたくなるというか、僕ら今回マスクとサングラスだけでしたけれども、これからパーカーとかああやって着こなしていく部分でもどん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 手に入れていきたいなと思いますしね。あ、やっぱりすでに買ってますよね。そう、ブラックの01タイプかっこいい、欲しかったね。はい、ありがとうございます。いやー、皆さん間もなくというかもう明日ですよ、開幕戦ね。そんな中ビッグニュース飛び込んできましたね。浦和レッズから柏木陽介選手電撃加入ね。まあ事情はどうであれ、背番号42を選んだ理由とかもね、やっぱりね、こう応援しなきゃいけないですし、まあきっと一生懸命戦ってくれると思うので、やっぱそういう姿見るとね、自然と背中を押したくなると思うのでね、もう FC 岐阜の一員ですからね、全員で全力で応援していきましょうね。はい、ということでですね、今回は開幕直前八戸戦プチプレビューですね。まあプレビューというか、ちょっとなんとなくチームを紹介しているぐらいですけれども、ご覧いただきたいなと思います。そして、もう一本、白雪がですね、持ってて便利な観戦必需品を紹介ということで2本立てとなっております。ご覧ください、どうぞ。さあ、今回のギフトともにですが、はい、開幕直前バンダーレ八戸戦プレビューです。よっ。ただその前に、皆様にちょっとお知らせしないといけないことがございまして、緊急事態宣言がですね、1都3県のみですが、延長になりましたので、まあ、それに伴って今週末のバンダーレ八戸戦開幕戦、そして第2節アウェー藤枝戦は僕らはちょっと行くことができません。仕方ないね。仕方ないですね。まあまあ、それはもうそれにのっとって活動していかなければならないので、うん、J リーグ的にも、うん、その緊急事態宣言下になってる地域のクラブの時は、うん、その客席の制限とかもすごいやっぱやってるので、うん、それに乗っ取らないとどういうこっちゃねってなっちゃう。そうね、しょうがないことはしょうがないんだけど、うん、だけどって感じ。ちょっとね、本当に開幕に向けて僕らもね、気持ちをこう高めてきたので、皆さんと一緒にもちろん長良川で応援したかったんですけれども、はい、まあそれはもう本当に仕方のないことなので、僕ら開幕戦そして第2節は打損観戦の模様をお届けしようかなと思っております。はい、また2週間後そのまま解除になれば、まあ次のホーム、まあ讃岐戦か、讃岐戦には向かいたいなと思っておりますので、はい、引き続き感染対策をね、しっかりとして、楽しく観戦しましょう。はい、ということでお知らせでした。はい、さあ開幕戦、はい、ワンラーレ八戸ですね、うん、今年は、うん、多分そんなに、まあ、プレビューって毎試合できないと思うんですけれど、ああまあそうですね、うん、まあ、こういうねちょっと時間があったりとかっていうタイミングでやるんで、うんうん、で実は八戸戦は昨年プレビューしてないんで、まあまあ本当に、あ、そうか、そう、うん、だからまあまあ、まあ昨年よりはちょっとね、簡単なというか、まあ、チーム紹介的な感じにはなると思うんですけれども、やっていきたいなと思います。はい、ワンラーレ八戸昨年15位、昨年はアウェーが1対3で僕らは勝って、そうそうそう、ホームでも 1-0 で勝ったと、いうことで、うん、まあ相性というかイメージはね、うん、印象はいいかなという感じはするんですけれども、まあ、結構選手の入れ替えというか、うん、大卒の選手が多いかなっていう印象ですね。まあ、ある意味岐阜もね、そういう感じだったんですけれども、まあ、その岐阜の補強以上に結構入れ替えがあったかなとは思います。チームスローガンが全力、うん、そう、全力なんですよ、はい、それはオールグリーンの方ですか。オールグリーンの方ですね。まあもうほぼ我々みたいな感じですね。はい、まあ本当にもう緑のチーム同士の対決なんてね、まあ開幕戦、うん、まあまあまあ迎え撃ってやりましょうよという感じですかね。まあどっちが全力であるかということも、そうですね、まあ、全力ダービーとまでは言いませんけど
毎年こんな勝手に言ってるんでとは言いませんけども、どちらがより、ね、ま、全力なのかっていうのをね見せつけてやりましょう、開幕戦でね。はい、はい、そして、まあ、我々にとって、我々ギフトモにとって外せないポイント、うん、ほう、マスコットキャラクターね、はい、ギズール、はい、サヌピー、うん、ね、迎え入れてきましたけれども、可愛いですよね。可愛い。バンダール八戸の、まあ、マスコットキャラクター皆さんご存知ですか？バンタ。はい。可愛いですよね。可愛い。イカです。うんうん、ね、手の位置この辺だから、そう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 、こうやってたりとかするんです、ね、そうそう、かわいいバンザーイみたいな感じになっててめちゃめちゃかわいい、はい、だからアウェーがシーズン終盤ぐらいかな、確か寒そう、その辺寒い時期になるんですけれども、アウェー、11月21日です。寒い、絶対寒いじゃん。寒いですね、うん、寒い中ですけれども、うん、まあ遠征行った際は、うん、ぜひファンタも迎え入れたいなと、うん、ちょっと計画しております。とにかく開幕戦なんで、うん、気持ちよく、そう、複数得点、うん、でクリーンシート、うん、まあ理想ですけども、まあ、本当に昨年がね、うん、あの今治戦0対0っていうちょっとこう、うん、ね、まあ、負けなかったけれども勝てなかったっていうちょっとこう、まあ、もどかしさもある中でスタートしたんで、うん、今年はスタートダッシュ決めたいですね。そう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 、まあ、でも岐阜もすごいさ、あの選手入れ替わったから、うん、マジでスタメン誰が出るかっていうか、開幕戦のスタメンって誰が出るかマジで分かんないから、そうですね、まあ、あのちょっとね、どうなるかなっていうのがあるんだけど、だから現地で見たかったんだけどしょうがないので、はい、またゾーンで、まあ、そうですね、うん、見守りましょう、はい、その分はもう皆様にちょっと託したいなと思うので、はい、さあそんな開幕直前、はい、現地観戦に向けて白雪さんからね、うん、あのながらジェンヌの皆さん、はい、特になんですけど、あのこれ持っておくと女子力高いでっていうものをあの勝手に紹介します、うん、ギフトモ的、ギフトモ的、うん、持ってて便利だったなって思ったもん。だからもうこれはあれですよね、はい、ギフトモ的女子力向上委員会ですね、これはね、うん、はい、そうそうそう、ギフってね、ながらジェンヌって言って女性のサポーターっていうのもすごくなんかこう、うんうん、ね、あの応援してるっていうか、はい、なんかサッカーってあんまりなんか気になるけどみたいな人にもガンガン行くような、行けるような環境ってすごいあるし、うん、そうですね、まあ、今こういう時期だからいっぱいいろんなもの持って行った方がいいのかなとかって思うかもしれないんですけど、うん、とりあえず私はもう昨シーズンいろんなとこ行った時にこれだけは絶対持ってってたっていうものを紹介するんで、うん、あの参考にしていただければと思います。そうですね、じゃあまず一つずつ紹介していこうと思うんですけど、はい、あのこちら、うん、あのもちろんケースとかは何でもいいんですけど、はい、あのですね、マスク、うん、替えのマスクですね、替えのね、替えのマスク、なるほど、うん、はい、だって行く時は絶対つけるじゃない、はい、マスクって、まあそうね、そうそうそう、岐阜のマスクって私いつも現地行く時ってつけてたと思うんですけど、はい、あのあれを忘れないんですよ、言っちゃあれだけど、うん、あの岐阜のマスクをなんかし忘れて出ることはまずないんですけど、うん、あの例えばですね、まだ岐阜のマスク持ってないよとか、こういうの使ってるよっていう人は、うん、あのまあそういう人は多分普段から持ち歩いてると思うんですけど、例えば結構あの野外でご飯を食べることが多いじゃないですか、まあ、そうですね、そう、あの汚れちゃうことが結構あるんですよね、だからあのやっぱり替えは 1,2 枚持っておくとかなり安心です、うん、衛生面でも、衛生面でも安心なの で、ね、あの絶対替えのマスクあの持ってった方がいいです。続いて、うん、こちら、お、もうこれはですね、うん、あのもう全部入れました、全部入ってる、そう、全部入ってるポーチです、うん、1個ずつ紹介していくかな、うん、ティッシュが入ってます、はい、やっぱティッシュは絶対必要、うん、あのどんな時期でも、特にこの時期はね、花粉も待ってますから、そう、はい、ね、必要だと思いますね、必要だと思いますね、あとウェットティッシュ、うん、これも必要だね、これ意外と忘れる人多いと思うんですよ、うん、あのアルコール消毒が現地にあるから、うん、結構ないがしろに、ないがしろっていうのがあるんだけど、でもそうですね、そうそう、ちょっとあの二の次三の次になってるかもしれないんですけど、やっぱりスタグル食べるときこれあるだけでかなり快適度違うので、そう、もう絶対これ持ってった方がいいです、グループの中で一人持っているだけでかなり違います、うん、あと意外と忘れがち、うん、これ絆創膏ですね、絆創膏ね、はい、うん、あの何
何があるか本当にわからないので、そう、あの例えばちょっと怪我しちゃったとか、なんか何で怪我するかわからないので、そうですね、そう、あの野外っていうのももちろんあるし、そうそう、特にまあお子様連れの人っていうのは もちろんいつも持ってるかもしれないんですけど、これ持ってるとかなり女子力高いと思います。そう、靴ずれしちゃったとか、なんか怪我しちゃったっていう時にパッて取り出せるといいですね。続いて、うん、ちょっと不器用が出ましたけど、ビニール袋、ビニール袋です、うん、あのビニール袋は岐阜では多分いらないかもしれない。あ、エコステーションとね、エコステーションとかも設定していただいてるんで、運営していただいてるんで、そう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 、うん、あのいらないと思うんですけど、うん、一つあるとかなりいい。まあそうですね、そう、やっぱり、うん、あのそこに持っていくまでとかにちょっと欲しいなってことももちろんあれば、さっき捨てちゃったっていう時とか、一緒に捨てちゃったよ今ゴミ出たのにみたいな時とかってやっぱりあるので、あと風があるんですよ、どうしても季節とか天候にもよるんですけど、風が吹いちゃった時にこうその辺にポッと置いたやつバーンってならないように、みんなが気持ちよくね、あのスタジアム観戦できるように必ず一つは持っておきましょう。なるほどね、これは本当に去年めっちゃ学んだ。そしてこれ、はい、あ、みんな持ってるでしょう、アルコールとかのハンドジェルですね、うん、松山っていうところの、はい、もしかしたらあの女性の方ご存知かもしれないんですけど、こちら、うん、あのいろんなこう化粧品とかであるような、はい、ちょっといいやつちょっといいやつちょっといいやつなんですけど、これですね、あの柚子の香りがするんです。おう、そう、あのすごい強いアルコールっていう感じではちょっとないので、うん、あのもちろんあのご飯食べる前って皆さん手洗ったりとかすると思うんですけど、その仕上げにこれつけておくだけでもかなり違うと思うので、あの一つこういうのは持っていった方がいいかもしれないです。そうですね、強いアルコールの匂いがきついとこうご飯がこう、あんまり美味しくないって感じる方もいるかもしれないので、まあ、アルコールの匂いがかなり抑えられてるものとか、こういう風に、まあ、柚子の香りが苦手って方もよくいるかもしれないですけど、そしたらね、またね、自分に合ったものを探してあの使うといいと思います。私はこれ去年かなり助けられました。じゃあ次、より女子力が高くなると思います。ほう、はい、これですね、こちら、これなんか見たことあるな、見たことある見たことあるな。こちらはですね、私が持っているものはあのコスメデコルテさん の、はい、あのオイルインリップジェルみたいなやつですね、ちょっと名前がリップオイルインリップエッセンスです、全然違ったっていうこれやつなんですけど、はい、今の時期、これからはそうでもないかもしれないんですけど、マスクしてるから大丈夫だろうって思うじゃないですか、はい、そのマスクの中 その唇の乾燥、まあ乾燥ね、そう、本当にやばいとなるので、あのとはいえあのリップメイクって結構手抜いちゃう人っているんですよ。結構アイメイクとかはマスクだから気合い入れるかもしれないけど、マスクの下だからリップはしないっていう方いらっしゃるかもしれないんですけど、こう保湿力の高いもの一つ持っておいた方がいいです。何もしない人ってそんなにはいないかもしれないんですけど、必ずケアできるもの、うん、であのかなり持ちがいいものつけておいた方がいいです。最後、はい、こちら、うん、これはですね、あのクリアマルチケースの中にですね、はい、あの化粧品のサンプルとかを入れてます。化粧品とか入れておくと何かあった時にいい、うん、やっぱりあの例えば遠征とか行くってなったら、うん、あの何があるかわからないので、こう簡単に取り出せるもの一つ持っておいた方がいいです。なるほど、はい、ちなみにこれは私のオリジナルグッズなので、はい、このクリアマルチケース、ね、あのシャープ1ご覧くださいね、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、はい、まもなく開幕、絶対に今年昇格しましょうね。はい、はい、躍動して1年間駆け抜けていきましょう。はい、ということで、今回はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。開幕戦楽しんでね。シャー